産業技術総合研究所の環境科学技術研究部門は近紫外 LED 冷気用蛍光ガラスの開発を行っています。このガラスと LED を組み合わせることで従来になかった透明な平面光源を得ることが可能で、シースルーディスプレイや太陽光をそのまま利用する光源ディスプレイなどへの展開が考えられます。材質はですね、これは方形酸ガラスっていうガラスを酸処理して穴の開いたシリカの多孔体です。でそれに輝度類をちょっと入れて、ごく微量ですね、コンマ何パーセントとから1パーセントぐらい入れて焼きます。そうしますと、このように透明で光るガラスができるということです。産業技術総合研究所ではこれらの蛍光ガラスと紫外 LED、フィールドシーケンシャル液晶を用いてシースルー性を有する液晶ディスプレイを試作しました。将来的にはこれまだガラスの製造技術があまり良くないので大きくできないんですけど、大きくすれば例えば窓枠にはめるとかですね、夢を言えばそういう、例えば向こうが見えてるんだけれども、ある時はテレビになるというような形が取れるというのが夢ですね、これは。デゲンフォーニュース。